案内書きが多すぎてわけわかんないんですけど、その中に多分入ってるはずなんだよな。一応覚えてはいますが、あったあった、これはモード学園国運タワーね。これの上のところに出ていけばいいそうです。で今日はみんなで高校の友達と、まあ、高校の友達って言った時点でもうどこの高校の出身かはバレるわけですけれど、みんなでバス旅行に行くことになっています。ここは東京の新宿です。国運タワーの多分その手前あたりに上がればいいんだな。立地が複雑すぎるから必ず地上階から来てくださいと書いてありましたが、私もやっぱりね、あの新宿に詳しく何ですか、こう知ったかぶりをしたいので、わざわざこう地下階から、まあ、どっちが地上階なのかっていうのも微妙なんですけどね、行くことにします。もともと新宿はあの浄水場がありまして、その池の高さがこの私が立っているフォーラーなんですよね。もともとの地上はこの上ということに一応はなっているはずです。なんかね、あのバスも随分もっと安っぽいやつで来るのかなと思ったら、なかなかいいやつみたいですね。私の旅行ついでで撮るわけですから、まあ、そんなにしっかりとしたなんての、あの撮影はしませんけど、まあ、そんでもよければ見てください。行き先は、ね、山梨県富士山とかね、その辺ですから。今日は天気が朝出てくるときは悪かったんですけど、だんだん晴れてくるみたいです。ちょっと花粉症のあの後遺症がいろいろありまして申し訳ありません。よろしくお願いします。であの AKS のバスのツアーなんです。あれです、お茶飲んだら、あずさんこの橋の方が大事だな。ちょっと楽しみます。すごい高いですか、ね、これ見えるもんな。あの観覧車の下のあたりまでリフトに乗ってね。これはですね、あの談合坂なんていうの、上の原市のあの塩津からね、北に4キロだそうですね。あの今日はなんかもうバスに乗ってたら、いつも中央線のあずさから見える中央道の高架橋なんかが上にあってね、あーとか思いました。客層はなんか若い人が意外と多いみたいです。いやしかしいいですねバスって。あの今回ね9900円で、まあ、全行程ね、あの住むんですけれど、お昼ご飯と夕飯もつくのかな、ちょっとあんま覚えてないんですが、もうスピードも速いしね、もう新宿出て 4,50 分でここまで来ますよ。今は快速電車だったらようやく八王子過ぎたかそれぐらいなんじゃないですか。いつも中央線のあずさばっかり乗ってましたから、普通の列車がだバスがどういう風になってるのかってあんま知らないわけですけど、やっぱこうちょっと鉄道から離れてみると、あこれはこういう便利なものがあるんだなとこう改めて分かりますよね。まあそれ分かった上で、あのやっぱ鉄道オタクですから電車ばっかり乗るわけですけど、まあそれはそれでいいじゃないですか。見えてますよね、ちょうど左手奥、白い四角い建物、あの中に藤山テラスあります。で、さっきの中池の中にはたくさんお魚がいます。いろんなお魚が泳いでいるのでね、わー綺麗っていう。魚の餌がこれ100円で1本来てるんですけど、あの500円ありますんで500円入れますね。でこれ5回分入れられるわけですよ。はい、おいでー、どんどんやろうね。はい、これでまず1回分でこっちにこう伸び寄ってですね、なかなか集まってこないな。もっとどんどんこう向こうにいるやつらにしてこう気づかせて、これで1回も終わりました。あとまだ4回できます。2回目はもっと近くに集めます。みんなやっぱ勢いよく全部食べ残しなくに食べてるな。よし、ちょっとも もうちょっとこう近くに寄らないか。ほら寄ってくるんだよ。意外とみんなこう乗りつかないな。もっとね、ジャバジャバなるのを期待してたんですけど、オシノハッカイの声は結構上品みたいでね、ダメだな。思ったより普通の対応するね。餌もちょっと余りがちだからいいや。あんま面白くできなくて申し訳なかったんですけど、あの残りこれ以上餌をたくさんやっても余りそうなので、どうすか、ちょっともう一回だけやって終わりにすることにします。あ、でも結構来たな、ようやく。ようやくここにこう、餌の宝庫があることを認めたらしいな。あるんだね、なんかみんな。あっても、餌がこう、残ってしまうとね、ちょっと水質汚染でよくありませんから。あ、このぐらいで手を打っとくしかないな。鯉みたいに、これ鯉じゃなかったんですね。
もっとね、鯉だったらね、こう争って食べるんだけど、ちょっと人命を取りましたよ。ここにあるね、あの忍野八海の一番中心の中池ってのは人工のやつらしいんですね。あの周りに忍野八海ってのがもともとあったんですが、まあこれが多分9つ目になるんでしょうね。あのまあ後で作った観光客用の一番大規模なもので、そこに解説がありまして、中池の説明、水深は7メートル、左右の西岸は珪藻土で昔噴火で通った云々書いてあってですね、いつしか、湧水の通り道を作り湧き出しておりますって書いてあるんですけど、あのこれは誰が作ったっていうことをあの書いてないからね、確かに文としては間違ってないんですが、自然であったかもできたようなことを書いてますが、これ人工のやつですね。いつしか20年ほど前に湧水の作り道を人工的に作り、そこから水が湧き出しているんだそうです。昔テレビ朝日の人が取材でこの池の中に潜って、すごい奥が複雑になっているところまで入っていって、命綱を外してしまったか外れてしまった事故なのかは分かりませんが、そして結局その潜水中に酸素がなくなってこの中で窒息死してしまったという忍野八海の昔の話の、そのダイビングの入り口はここなんだそうです。ここはね、なんかどっかそこら辺からすごい深くまでこうつながっているそうで、忍野八海って実はこう地下でつながってるんですよね。ですごいこう、まあ、つながってるらしいという話で、それがつながってるのかどうかを確かめるために、テレビカメラを持って入ったのだそうでしたが、その途中で、命綱が外れてしまって、そのような潜水事故は、まあ、他にもね、例えば龍泉洞とかでもあったのかな。大体このような綺麗なところで、観光客がやってくるようなところでは、事故が、まあ、そういうふうにあのやっぱり起こりがちのようです。この池は元から湧いていたもので、まあ、別に何ですか、これ人工的に作ったようなものではないそうです。ここにもまたこう魚飼ってますけどね、マスみたいな、イワナみたいないますけど、多分これはそれぞれの池で放ったんでしょうね。コインを投げ入れるのは禁止ということになっていますが、まあまあ入っています。やっぱり知らない人が見てしまうのかな。これはいくらかな、これカニじゃないのか、500円ですね。まあ、八海ってんでね、あのいろいろと、いろいろと池があるわけですけど、これ調子池っつうんだな。こう見るとね、泥がこう巻き込まれて随分濁ってますが、もともとはこういったところで富士登山の前にお清めをしてから上がっていったそうです。何の罰ゲームではないと思うんですけど、富士山に登るだけじゃなくてこんな冷たい湖にわざわざ入っていくんですから、あれですね、リサとガスパールタウンってちょっと私全然わかんないんですけど、あの好きな人は結構好きみたいですよ。フランスの絵本だそうですね。今日はね、あのそういえばあそこに日付が書いたって思い出したんですけど、2019年3月の11日でして、今日3月11日なんですが、去年もなんか河口湖来てましたね。だいたいなんか毎年毎年同じような時期に来るんだよな。おーおーおーおお、金払ってわざわざあんなことしに来る人がいるんだな、世の中いっぱい。ああ、なんかまた来た、また来た。このツアーの、ね、参加者はもうほとんど女の人なんで、あのみんな大喜びしてますけど、まあ、私どもとしては別に特にどういう感想もないんですが、まあ、特に感想がないだけなんでね、そんな別にこんなとこ潰れちまいとかそういう感想もありませんよ。富士急ハイランドってね、今タダで入れるようになったらしいんですね。あの乗り物に乗らなければタダなんだそうですから、これでね、中にあのトーマスランドがあるので、私たちのふるさと、母なるその土地を目指したいと思います。あ、留置船にトーマスもあるね。レール幅50センチぐらいしかなさそうだな。すごいね。まあ、あれなんですね、あの大井川鉄道をこうちょっと、あの何でしたっけ、リスペクトした、あの狂気のね、あのイギリスだから本当は1435の標準機のはずなんですけど、あの1067ミリの狂気でレールが敷かれてるみたいです。これ何で作ったんだろうな、これ。まあ普通の鉄製だと思いますけど、このピストンとかあんまり動きがなさそうな付け方がしております。
てかもう動力がキャブもあるんですか。あ、ちゃんとこんな程度の量の石炭じゃなんかすぐなくなっちゃいそうだけどな。まあ入れ替え機なんでしょうね、もともと。昼間はね、ランチビュッフェ食べ放題っていうので、こういったものの中ではまあ大体こう野菜のものとかが ある程度いいところになると充実してますから、まあ、特に女の人が人気になるようなところだとね、そういうものが多いようなので、日々外でずっと泊まり歩いてると食事のバランスも偏りがちですから、ここで直しておかないといけません。ウォーキング会場にあの185系のコンプレッサーの音がするやつがあるんで、ちょっと聞いてください。ちょうどね、だんだん笠雲が少しずつ少しずつほどけてきた感じで、夕方になるに従ってその笠雲がほどけるそうなんですけれど、雲のベールをかぶってるようです。本当素晴らしいね。3目です。右手奥見てください。ちょっと振り返る感じで、はい、右手ですよ、うん、富士山です。これもなんか何もなく見えました。ちょっとね、きついけど、うん、大変な悪いね、見づらくて。ね、でここが川口湖になります。ね、これいいね。富士五湖の中で2番目に大きいです。一番大きいのは山中湖、山中湖の次がこの川口湖。川口湖はここワカサギとか結構ねお魚が釣れます。今日は船が出てませんけど、結構この時期だとねワカサギ釣りの船とかが出てたりします。うまい。いけたわ余裕で。の私イチゴはねアレルギーでもう食べられなかったんですね。食べ放題だけれど一粒も食べなかったんですが、まあ一粒ぐらい食べても大丈夫と思いながらも食べませんでしたが、あのここはあのワイン屋さんでして、なんていう場所だか忘れちゃいましたが、笛吹きの方です。あのあれですね、勝沼ですよ。なのに樽がいっぱい置いてあってね、あの樽一樽でワインの瓶が390本分入るそうです。で一つの樽の値段が250万円。ここはね会員制で、なんかこの会員登録をしている人のお客さんの個人のワインの持ち物らしいです。というところを案内してもらいました。試飲もできるそうですが私は飲みません。あのジュースもね試飲と称して飲み放題だったんで、あのたくさん飲ませてもらいました。ここのありがたいこの店の名前はなんだっけ、こういうところなんですけど、シャトーカスルマ、そうですね、ですね。あの私はお酒は飲みませんので、グミを買ってきましたね。やっぱなんかこんだけこうタダでいろいろと振る舞ってくれるとね、損はさせたくないなと思うもんです。お土産ワインをいっぱいくれるみたいだけど、なんか煮物かなんか作りますか。ここ相模湖ですね。相模湖に行きましたよ。相模湖、相模湖でね、あのイルミネーションやってんだって。はい、いつもはね、あのスキーで履いて乗るわけですから、こういうものはこれはあんまり重くないのって不思議じゃないのかとか、こう友達から聞かれて、確かにそうだなと思ったもんです。うん、違和感がとてもこうね、ああ確かに綺麗だけど、ちょっとこのカメラの性能ではいまいちこう周波数というのかな、その光が微妙に点滅しているその感覚とちょっと合っていないようですが、今明るくなり始めたみたいですね。はい。
ください。降りたら左です。はい、わかりました。どうも。イルミネーションより普通に こっちの方が綺麗だと思うんだけどね。なくなるんじゃない、もしかして。とりあえずまず800円。よし、はい、じゃあこれ。こういうね、大空天国っていう名前のなんかすごい動くようなやつがありまして、ふざけてもう調子に乗ってね、私はやらないんですけど、私の友達、800円払って金払うから乗ってこいということですね。今行くことになりまして、まあ、ちょっと見てあげてください、その融資を。これから一人でこれやるみたいですけど、なかなかすごいと思いますよ。今日ね、腰しか安全ベルトないね。え、大丈夫なんだな、これで。さあ、来るぞ。来た。ご一緒にやって。5秒前。4、3、2、1。オーダーテイクオフ。まだあの倍ぐらいはいくもんね。え、まだでしょ。まだ。うわ、これはちょっと。おお、大丈夫かな、死んでないから。もうなんか大丈夫なのかな。死んでんじゃね。いや、結構普通だけど。何も言わないな。ああ、急に減速するね。どうだったのかな。高身長。元気がない。無駄な鳴りまでは、ベルトを外さず、そのままでお待ちください。これどこだっけ、この音あるよね、渋川とか。これじゃないかな。そう。あ、ちゃんと動けるね。生きてる。あ、大丈夫だ。あ、元気そう。インスタグラムにアップロードして、いいね稼ぎを楽しむような女の人から人気の出そうなスポットです。ここは何、相模湖なんていうところなんですか。相模湖イルミリオンというそうですけど、関東最大級なんですね。うん、プレジャーフォレスト、プレジャーフォレストというところのやってる催し物なんだな、これは。はい、ありがとうございます。関東最大級だって。確かに綺麗だね。真珠帰ってきました。終わりです。どうもご視聴ありがとうございました。